切るまでだ。竜巻！船長の邪魔だ。とにかくでかいキューブをなんとかしねえとな。でもどうすりゃいいんだ。ま、いろいろ試してみるしかねえな。何すんだよ、やめろって。おとなしくしてろ。今キューブを戻してやる。お前らいい加減にしろ。何しやがる。手伝ってやってんじゃねえか。どうやら大きなキューブは強引に押し付けても吸収されないようね。悪いが俺にはわからないな。このキューブに関してはリムのやつに聞いてくれ。仕方がないわね。リムを探しましょう。やっぱりだ。こっちの方からリムの匂いがするぞ。チョッパーが言うなら間違いないわね。リム、どこだ。砂浜のところ、奥にいるの、そうじゃない？おっとっと。ああ、あれはリムで間違いねえな。聞こえている？うん、聞こえてる。あのね、私、アディオを助けてあげたいの。アディオの言葉はいつも正しいし揺るがないわ。きっとワフルドのためになってくれると思う。残念だけど、まだ私は彼を信用できない。彼の行動を裏付けるのは彼の言葉だけだもの。でも、ここにいたのか、リム。リム、この大きなキューブが体に戻らないの。あなた、理由がわからない？リム。仕方がないわね。少し力を貸してあげる。キューブを渡して。ここまで大きなキューブになると、自然に吸収することはできないの。取り込めても記憶された内容をもう一度体験しなければ本当の力としては定着しないわ。どういう意味？口で説明するより直接見た方が早いと思う。
なんだかここは。ここはキューブを自由に扱える空間よ。私すげえ不思議空間だな。不思議、まあ呼び名なんて何でもいいわ。こんなところで何を始めるつもり？ここはただの中継地点よ。ここから思い出の世界へと旅立ってもらうわ。思い出の世界？ええ、あなたたちの記憶をもとに作られた世界よ。思い出の世界ね。旅立ってからどうするの？聖火の踏襲。かつてあなたたちがそうしたように思い出の世界で成し遂げたことをもう一度やるのよ。ただ思い出の世界メモリアはあくまであなたたちの記憶からできているから、体験した様々な現象が事実と異なる形で現れることもあるわ。だって記憶って曖昧なものでしょ。メモリア？なんだかよくわかんねえな。説明を聞くより体験した方が早いわ。失った力を取り戻すべくワフルドでの冒険を始めた麦わらの一味はアディオの協力で巨像を倒し最初のキューブの奪還に成功した。しかし事態は思わぬ方向に進んでいく。辞書、砂の王国、思い出のアラバスタ。あの時言ったよな、お前を超えていくって。本当にこれが思い出の中なのか？すごいわね。本物の菜の花の港町と変わらない。ここはアラバスタというのね。あなたたちはここでどんな冒険をしたの？どんな冒険って言われても一言では難しいわね。具体的にこのアラバスタでしたことを思い出して。ビビちゃんを助けるためにアラバスタにやってきたんだったな。そうだな、バロックワークスがアラバスタを乗っ取ろうとしていたから。それを防ぐために戦って。犠牲はたくさん出たけどクロコダイルを倒してどうにか戦いを終わらせられたのよね。明確なのはそれね。そのクロコダイルを倒したというのがあなたたちがここでした一番大きなことよ。じゃあもう一度あいつをぶっ飛ばしゃいいんだな。簡単じゃねえか。やることが分かったんならとっとと行くぞ。
待って、まだ言っておかないといけないことがあるわ。この世界はあなたたちの記憶で作られているけど、前と全く同じことが起きるとは限らないの。どういうことだ？ここは俺たちの記憶で作られてるんだろ？だからよ、記憶って曖昧なものでしょ。それにこれから起こる出来事も現れる敵も現実より厳しいものになっているはずなの。え？そりゃどういう仕組みだ？簡単に言うと、あなたたちが強くなった分、記憶の中の敵も強くなってるってこと。そうなのか？俺たちが強くなった分、クロコダイルも強くなってやがるのかよ。でも待って、今の私たちって前より弱くなってるんでしょ？ええ、その通り。メモリアを作っているキューブは完全なあなたたちから取り出したもの。つまりあなたたちは不完全な状態で以前より強くなった敵と戦うことになるわ。そんなの不公平じゃねえか。それでもこれがメモリアの仕組みだから。マジかよ。なんだかよくわかんねえけど、まあいいじゃねえか。まとめてぶっ飛ばしちまえばいいんだろ。行こう。それでクロコダイルの野郎はどこにいるんだ？大体ここは。それでクロコダイルの野郎はどこにいるんだ？それでクロコダイルの野郎はどこ？それでクロコダイル。それでクロコダイルの野郎はどこにいるんだ？大体ここはあの時のアラバスタのいつの頃の世界だ。マリ、それを知ることから始めた方が良さそうね。情報集めは私に任せて。当時のことならこの中で一番詳しいから。そうか、ロビンはバロックワークスにいたんだもんな。懐かしいわ。ここでもいろいろあったわね。そうだな、うまい飯屋もあったな。いや飯の話じゃねえよ。あなた食いしん坊なの？
クロコダイルは今レインベースよ。そこにあるカジノレインディナーズが彼の本拠地。そうだ、俺たちそのカジノで捕まったよな。あんたたちが後先考えずに突っ込むからでしょう。ともあれ決まりだな。目的地はレインベースのレインディナーズ。行くぞ、ワニんとこに。レインディナーズか。そういや前は途中までカイロで行ったよな。西の入り江に船があったりしないかしら。俺に任せろ。さて、やってやるぜ。あら、西の入り屋ってこっちだったかしら。クロカプト、うらそれ言った。よし、
この道覚えてるぞ。前はこの先にメリーを止めてたが、時期を考えりゃもういねえか。美しい戦隊だ。また会えて嬉しいぞ。しっしっしっし、また会えたな、メリくぅ、海軍の船さえいなけりゃメリーに乗れたってのによ。そんなに悔しがることなの？当然だ、メリーも俺たちの仲間だからな。船が仲間？おい、大丈夫か？腹が、お前お腹が痛いのか？俺は医者だ、見せてみろ。おかしいな、熱もないし脈拍も正常だ。一体どうなってんだ？おいおい、チョッパーにも原因がわからねえなんて相当ヤバい病気なんじゃねえのか？きっとアラバスタ特有の病気なんだ。おいお前、この症状になったのは初めてか？違う、前にも何度か。そうか、前にもこの病気にかかったことがあるなら、その時に使った薬が菜の花のどこかに売ってるかもな。探すなら町の中心にある広場だな。そこならいろんな店がたくさん並んでいたはずだ。行こうみんな。俺、医者としてこいつのことほっとけねえぞ。待ってろ、すぐ戻ってくるからな。急ぐぞ、広場があるのはここから北だ。でも、おかしな病気ね。診断しても何もわからないだなんて。きっと俺がまだ未熟だからだ。とにかく急がねえと。
薬を持っていったやつ、誰か見てたりしないかな。なんだお前たち。お前だな、菜の花中の薬を持って行ったのは。急病人だっているのにひどいことするなよな。黙れ。俺は国王様の命令を受けて動いているんだ。貴様らなどにとやかく言われる筋合いはない。いいから町の人に薬を返すんだ。うるせえ。文句なら命令を出した国王様に言いやがれ。こいつ本当はバロックワークスのくせに、あくまで国王軍のふりを続ける気だぞ。大丈夫だチョッパー、俺に考えがある。どうすんだ。ごほん、いやすまない。今のはお前を試したんだ。ちゃんと国王軍の演技ができているかどうかをね。お前ミリオンズだろ。実は俺たちビリオンズでな、上の命令でお前から薬を受け取るように言われてきたんだ。何言ってんだウソップ。いいからここは黙って見てなさい。ビリオンズ、それならそうと早く言ってくださいよ。指令書通りこの町の薬は全部奪ってきました。見てください、ほらこの通りです。そうか、ではもらっていこう。今頃町のやつら薬がなくて困ってますぜ。王国への不満も増えるってもんです。今度は医者でも引っ立てましょうか。病人は死んじまうかもしれねえですやね。お前、薬は簡単に手に入れられそうだけど、俺このまま戻るなんてできねえ。戦意がこう言ってるが、どうするルフィ。ぶっ飛ばして薬を全部取り返す。おう。刃こぼれすら己の恥だ。一刀流シッソンソン。てめえら覚悟はできてんだろうな。私が必要ってことね。サンダーボルトテンポ。よし、俺様に任せる。必殺カエルボス。特定ロゼオン。刃こぼれすら己の恥だ。トラッキリ。俺様に任せとけ。必殺カエルボス。
行くわよ、サイクロンテンポ。俺に任せろ。やっと俺の出番か。ゴムゴムのブレット、ゴムゴムのブレット。え、あたし行くわよ、サイクロンテンポ。狙いは外さねえ。必殺カエルボス、トラッケリ。悪くねえ。よし、これで薬は全部回収できたな。だけど薬をどこに返せばいいのかわかんねえし、一回さっきの店の人に聞きに行かねえか。そうだな。それにこの中のどの薬があいつの腹痛に効くのかも確認しないといけないしな。物資を奪うとか、クロコダイルもひどいこと考えるよな。でも、良かったの？私たち、以前と随分行動が違うけど。何か影響は出ると思うけど、多分平気よ。大きな流れは変わらないはずだから。多分って、お前な。やるぜ！それ！よし！いやあ！最高だぜ！エナジーアップらうまい！おいおい、本当に元気になってやがる。単に腹が減ってただけなのか。すまんな、実はそうだったんだ。腹が減ってるならそう言えよ。人騒がせなやつだな。そうだぞ、どこも悪くはなさそうだし、知らない病気かと思ったじゃねえか。悪かった。だがアラバスタじゃ俺みたいな生き倒れは結構いるんだぜ。水や食料が簡単に手に入る場所でもねえんだ。そうか、事情は分かったよ。でも腹が減ってんならそうだってちゃんと話せ。だから悪かったって、ついいつものノリでやっちまった。こうしてるといつも通りすがりのやつやこの先の雑貨屋の店主がなんか恵んでくれるんでな。あ、呆れた。それであのおじさんもあんたのことを知ってたのね。
とにかくありがとう。本当に助かったよ。これからも俺のような生き倒れを助けてやってくれ。ああそうだ、ついでにこの鍵、門の前にいる男のところへ持って行ってくれないか。あんたたちが戻るのを待っている間にちょうど手元のところに落ちてることに気づいてね。いや、それなら自分で。腹が膨れたら眠くなってきた。おい、こんなとこで寝るな。はあ、とにかく無事みたいでよかったぞ。それにこれであの門の向こう側にも行けそうだしな。ああ、もともと向こう側に行かなきゃいけなかったし、ちょうどよかったかもな。ああ、ダメだ。あの鍵、もう一生見つからねえ気がしてきたぜ。ナナ、この鍵、お前のだろ？おお、それだそれ。俺今朝からずっと探しててよ。じゃあ早速門を開けてくれる？ああ、すぐ開けるから待っててくれ。さあ開いたぞ。あんたたち鍵を届けてくれてありがとうな。あれ、この後どうするんだ？レインベースまで陸路で行かなきゃいけないから、そのルートに関する情報集めと、あと砂漠を進むことになるから必要な物資を揃える必要があるわね。シッシッシ、じゃあ先に食い物集めだ。お前なあ、まあ別にそれでもいいか。よし、行くぞみんな。こんなにたくさんの人、初めて見たわ。あなたもしかしてあの島から出たことがないの？ええ、メモリアに来たのも初めてよ。
本当か？
かなかの味だな。このスープ、複数の食材を組み合わせてはいるが、互いの味が喧嘩してね。こいつは誰にでも作れるような代物じゃねえな。お、さすがだな。やっぱりあんたに食わせて正解だったぜ。そんなあんたを見込んで頼みがある。俺はこいつに負けないスープを飲んでみたくてな。もしこいつを超えるスープを作ってきてくれたら、8人分の食料もついでに水だって全部タダでくれてやるぜ。面白い、その話乗った。じゃあ料理ができたら俺に話しかけてくれ。そうは言ってもサンジ君、何か当てはあるの？さっきのスープめちゃくちゃうまかったからな。その辺の食材を使っても太刀打ちできねえんじゃねえか。そうだな、この辺で手に入るもんで使えそうな食材といえばサソリの足肉だな。サソリの足肉だ。そんなもん食えるのかよ。ああ、毒腺を破かないようさばく必要があるがな。それなりに手間だが俺なら問題ねえ。それともう一つ、サンディシェルって貝も必要だ。ありゃいい出汁が出る。スープにはうってつけだ。サンディシェルはこの辺じゃ珍しくねえ。近くの砂浜で簡単に手に入るはずだ。集めたらどうすればいいんだ？ここに戻ってきてキッチンを借りよう。最高のスープを作ってやる。よし、じゃあ食材集めて三時のスープ飲むぞ。仕方ねえ、付き合ってやるか。まったくあんたたちは。私たちの目的はあくまで食料を手に入れることなんだから忘れちゃダメよ。なあサンジ、西の入り江に来たってことはここの砂浜でさっき言ってたサンディシェルが取れるのか？ああ、そのはずだ。だけどどうやって探すの？みんなで手分けして潮干狩り？いいよナミさん、ここは俺に任せてくれ。食材集めもコックの腕のうちってな。あったぞ、こいつがサンディシェルだ。こんな簡単に見つけるなんてサンジすげえな。褒めたって何も出ねえぞチョッパー。次はサソリの足肉を手に入れればいいのよね。でもサソリってどこにいるの？砂漠に行けばいるだろうが。一応スパイスビーンに戻ってサソリの居場所を聞いてみるか。サソリの居場所を知りたいって？なんだってそんなことを。まあいいか、サソリなら荒涼の谷に行けばいると思うぜ。店を出てまっすぐ西へ進めば着くはずだ。わかった、ありがとな。なーに、いいって。それよりスープ楽しみにしているぜ。よし、それじゃあお前ら荒涼の谷に行くぞ。おう！